One, fight!本日開催の月齢大会ですね。スパツ X 月齢大会のエントリーを、ただいまカウンターの方にて行っております。試作規模のお客様でエントリーをまだされていないというお客様がおりましたら、カウンターの方にエントリー用紙に、塩キャラとお名前をよろしくお願いいたします。
はい、you
Yeah!
はあ、はい、あと10分ほどでエントリーの方を終わろうかなと考えておりますが、まだエントリーされてない方おりますでしょうか。ひょっとして遅れてくるという情報もありましたら、できれば教えていただければと思います。何もないようでしたら、予定通り8時半から開始いたしますので、よろしくお願いいたします。Sonic Boom! Sonic 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 Boom! S
はい、大会の方ですが、ちょっと遅れてくる方が、ちらほらといらっしゃるようなので、少し開始時間を遅らせます。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。9時には始めますので、その代わり9時までに、来れなかった場合はちょっとごめんなさいという形になりますので、よろしくお願いいたします。あ、それまで対戦の方をごゆるりとお楽しみくださいませ。
はい、大会時間過ぎておりますが、もうちょっと待ちます。で、その間に来て参加したい方おりましたらエントリーをよろしくお願いいたします。Round one!
はい、本日の戦い9時には始めますのでよろしくお願いいたします。
Round 2, fight! Cyclone! Cyclone!
はい、では、エントリーの方をそろそろ締め切らせていただきます。で、すぐにトーナメント表を作成いたします。本日のルールは、一下げでございます。すべて一下げで行いますので、その対戦にすべてをかけてください。頑張ってください。
はい、トーナメント表の方が完成いたしました。ご確認くださいませ。で、本日13名ということなので、1回戦シードが3名おります。よろしくお願いいたします。はい、それでは、ただいまよりスーパーストリートファイターズ X 月齢大会を始めますので、よろしくお願いいたします。では、1回戦の方から始めていきます。ステロテープさん対タツトシさん、お願いします。で、じゃんけんで 1P2P をお願いいたします。で、一先のシングルでございますので、よろしくお願いいたします。さあ、辰俊さんは本日は竜ですね、 X 竜対して、セロテープさんは X 残儀と。さあ、ステージは DJ ステージ、ダイヤして動かして波動波動と、アンディアズメは動かして飛びが取って距離離していく、飛びが取ってダイヤシこかして、さあちょっと遠かったか、ダイヤシで暴れて波動拳相打ちからダブラリで対空。さあ、そしてスクリューと、もう始まってます。まず1本取っていくはセルテープザンギエフからの2。さあ、まずはファースト取っていくは竜川、ダブラリでは波動倒せず、さあ飛びは OK、 竜巻後ろ当たる、竜巻から波動はダブラリでかわして、ダイヤシこかして波動拳、波動拳はダブラリ、サファイアもうまくダブラでかわしながら徐々に前へ、砕くは竜川が勝っている。竜巻裏からパンって、さあ勝利で暴れていって真空重ねて削っていくが、2発目の波動に対してはダブラリだが波動が当たる、ダイヤスこかしてファイヤー、波動はダブラリ、飛び込んで勝利。さあ、スクリュースかっていった、そこにしっかり反撃取り返す、タストシリュー。さあ、最終ラウンド、さあ飛び込んで、さあ竜巻で逃げながら画面端を背負ってしまった形だが、ダイヤスを動かして、さあ飛び込み3段ガードさせて距離を離していく、昇竜拳でガードさせて距離を離して、さあダブラリ当たらない、ダイヤスこかしてファイヤー、波動ダブラリかわして飛び込んで、さあ勝利当たる。さあ前ゴスから中ゴスはスクリュースってダブラリじゃねえや、バニーから飛び込み、ダイヤシ飛び込んでこけない、さあ竜巻当たる、さあどうする、さあバックジャンプ大キック、ダブラリかわしてかわして、ダブラリ対空からどうなる、飛び込んでスクリューパイルでお亡くなり、勝ったのはセロテープ。一先です。では次ですね、これはルル松潤さんでいいのかな、松潤で、ルル松潤さん、はい失礼いたします、ルル松潤さん対破天荒さん、お願いします。試合の方ですが、ルル松潤さん対破天荒さん、ガイル対竜の
対戦ですね。ステージもガールステージ、さあ中和市中和市と、さあルルマツジュンさんは本日初参加ですね。ようこそいらっしゃいました、ありがとうございます。取り込みからファイヤー当たっているがこけない、台足こけて波動拳、台足波動から波動拳、さあここは厳しい距離、さあ中和市を払って竜巻から勝利をガードしている、飛び込んでさあうまくいかない、さあまでいけなかったファイヤーで暴れて真空重ねて波動拳、さあ残りロットだが対空しっかり昇竜拳、さあまず1本取っていくは破天荒竜、さあ飛び込んでから大足昇竜拳、さあ中足中足を軸にソニックを回しつつだが気がついたら画面端に追い込まれている、波動拳は飛びかとっているがうまくいかない、さあ中足中足ソニックブーム、さあ今度は逆にガイル側がラインをしてきたが大足昇竜から体育昇竜、そしてラインがガンガン下がって気がつけ画面端近いのはガイル側、さあ波動を大足で切った感じ、さあ体育昇竜ファイヤーから波動波動とソニックブーム、さあ弾総裁、さあ飛び込み側がガード間に合っている、さあ大足裏から大足こけて中足ソニックブーム飛び込んで最後は昇竜拳、勝ったのは破天荒。で次ですね、機械さん対ニーヤさんお願いします。ラウンド1ファイト、さあワンピースアルが機械ガイル対してニーヤー X 剣ですね。さあ私も動画図の端くれこの対戦を喋るっていうのは結構嬉しいです。さあ波動拳を軸に立ち回って画面端を横んでいるが中足とソニックうまく使って画面中央まで戻していったが体力は天側の方が受けているから勝利、さあ飛びは中足していく、飛びが取って投げているが浮き目を取って中足ソニックブーム、さあ弾と相打ちだが体力リードしていたので助かった、まず取っていくは機械ガイル、さあ竜巻はリフトアッパーダウンを奪ってソニックブーム当たっている、ソニックブームから飛び込みは昇竜拳しっかり、さあめくりから壊し壊し昇竜拳、めくりから壊し壊し壊し波動拳、さあ波動拳飛び込んで昇竜拳カットでいくか、コパコパからさあ昇竜レッパー、さあ取り返すニア拳、最初ラウンド波動拳波動拳ソニック対打ち、返せないやつは垂直で何度か逃してソニックウームソニックウーム、さあソバットで下がりながら溜めながら攻撃していくか、さあそんなこんなしてる間に体力取っているのはガイル側、的確に中足そして飛び込みを当てていく、勝利当てて小足からさっさまを勝利で潰して勝利を打って掴み投げ、さあどうするの、さあ暴れていった、今のは一体何なんだ、今のは一体何なんだ、さあ飛びが通っていった、勝ったのは機械ガイル、すみません、次ですね、ネロさん対福山さんお願いします。さあガイル竜、本日は竜とガイルの参加者が非常に多いのでこの組み合わせも多く見られます。さあ昇竜拳の対空中パンチから大足波動拳、波動拳はソニックで払って、さあソニック踏んでしまった、
ちょっと届かなかった。中足は竜巻でかわして、勝利源をガードして反撃。波動拳ソニックブーム。ソニックブーム、ソニックブーム、波動拳と。弾総裁合戦から、鳥が通って、真空は冷静にガード。波動までガードして、いい感じで削っているが、まだ体力リードはガイル側。さあ、バックナックル。今のは美味しいダメージ。だがこれ波動を打ってしまう。さあ、台紙こかして。さあ、どうなる？さあ、そんなことは言ってる間に、ちょっと お仕事しておりましたが、気がついたら、一本取ってるのは福山龍。ですね。さあ、波動拳、波動拳、波動拳と、さあ、波動、さあ、バックナックルはしゃがんでかわしていった。さあ、打ち返した。バックナックルを的確に打っているんだが、冷静にしゃがまれている。リフトアップに対空。さあ、そこから、ソニックブーム。さあ、ちょっと回転率が足りなくて、波動に押され気味だが、中足から、さあ、前に出てバックナックル。ダメージを取っているのは外側。さあ、ファイヤー波動と、さあ、飛びマシンクガードしている。ファイヤー、ダウンは取れず。さあ、ここで、どうなる？鳥かご状態、ダイゴス？ダイゴス？飛びは取って、最後はソニックブーム。さあ、まずファイヤー一発。先制取っていくわ、福山龍。さあ、弾の打ち合いから。さあ、飛びが通っているが、弾を踏んでしまった。さあ、ソニックブーム。さあ、対空は勝利拳。大勝利で、いい体ダメージ。さあ、波動拳、バックバックで。さあ、ダイゴスから近づいて、真空ドンピシャ！勝ったのは、福山龍。おめでとうございます。じゃあ次ですね、店長さん対グッチさんお願いします。店長さんは X 流で、グッチさんはホークです。ホークですね。さあ、竜ホークの組み合わせ。ただ X か S かは聞いてないので、どっちかは分かんないですが、ホークなのは確定ですね。さあ、X フォーク対 X リュウ。 1P 側が店長、 2P 側がグチとなっております。さあ、ここはコントロールダイブから投げているのはリュウ側。そして受け身もなかったのでダメージがでかい。これ離して、外足こかした、中足波動。さあ、飛びはしっかり勝利拳、波動拳、波動拳。さあ、飛びはダイヤスタイグ、真空でまだ生きているが、最後は波動拳でまず取っていくは店長リュウ。ダウン2、さあ、開幕飛びが取っていたが、ファイヤーでダウン奪って画面中央、そして投げて受け身がない。受け離していく。さあ、コンドルダイブは当たらない。竜巻でうまく位置を入れ替えて広いところへ逃げていく。コンドルダイブは昇竜拳で怒らった。波動拳、波動拳、波動拳。さあ、ここでこけているが、どうなる。昇竜対空間に合っている。波動拳、波動拳、昇竜拳間に合って、真空をさあ、抜けていたが読まれていたと。勝ったのは店長流。では次ですね、セロテープさん対友田さんお願いします。X 得意のクレジットボタンがどっちか分からなかったっていうところですね。無事解決いたしまして、試合の方は 1P 側がトモザメガ、メガですね。 2P 側がセロテープザンギエフ。じわりじわりから、さあ、うまく長い長いミドルで追っ払っていく。中足も混ぜつつ、さあ、上り中段。さあ、デビーリバー。さあ、飛びが取ってスクリュー。さ
さあこっからバニーで近づいて、さあ様子見から、さあ長いリーチ、そしてホバーまで入って上り中段、最後はジャンプ中パンチですね。まず取っていくは友ザメが投げていった、受け身がない、さあめくりから、さあここは繋がってくれなかった、こけた、この位置は危ない、スクリューから、そしてもう一回無敵技のともしベガーはこれが辛いよと。さあ取り返すセロテープザンギエフ、ラウンド3、さあ今度はまたしても長い長いリーチを生かして中距離からガンガン打撃を振っていくベガ側、それをどう料理してやろうかというザンギエフという構図。さあホバーは先端で何もない、ダブニー先端はうまく飛んでかしていく、さあ当たっている、さあこけて奥攻め、さあめくっているが冷静ガードだがダブに当たる、そこからダブに近づいて埋めていって、さあバックジャンプ大キック、さあちょっと通らなかった、さあ対空ダブにから、さあうまく飛んでかしていく、投げて受け身がない、そしてヘッドプレス、勝ったのはトモザメガー。続いて破天荒さん対ナベさんお願いします。そう、ワンピー側は黒い竜って言っていいのかな、黒い竜が破天荒、グレーかな、グレーな道着が破天荒、そして緑の道着が鍋でございます。さあ鍋さんはこのゲーセンレイトナ式の常連ですね、ギルティとかいろんなゲームやってます、最近 X も始めたみたいなのでぜひぜひ皆様お会いしてください。さあファイヤーでこかして、さあチュアシャード、ハードはしっかり飛んでジャンプ大キックと、まず取っていくは破天荒、さあ飛びから波動拳、波動拳、さあ飛びはしっかり昇竜拳、上は見えています、中ボス、中は昇竜拳、天高く舞い上がっているが、チュアシャード、波動創生から対空昇竜拳間に合っている、さあめくりから中足ファイヤー、ファイヤー、さあ相打ち、さあここから大足、さあ飛びが取って2段からめくって中足波動、さあガチャガチャ動いて、さあファイヤーこけて真空当たってしまった、勝ったのは破天荒。じゃあ次機械さん対川島さんお願いします。赤ワシムさん本日は XDJ でエントリーしております。さあ DJ 隊がいる、さあためキャラ、そしてためさ、ためのたまための対空を持ってる両者ですが、絶妙に違うって感じですかね、イメージ的には。さあソニックスとエアスラの打ち合い、たまにスライディングでなんとかしてやろうといった感じだが、飛び込みソニックを踏んでしまう、ソニックからソニックと打ってない、さあガーセリガードしてサマーで切って、さあ飛び込んだ、さあ予言したのに本当にやって対応できなかったと、まあ、対戦中は聞こえないものです。さあバックダックで痛いダメージを取っていく、さあ飛び込みはリフトアッパー、さあ打ち、だがダメージ取っているのはガイル側、こっから DJ どう巻き返すか、さあ中足で追っ払ってソニック当たっている、さあエアスラ、エアスラ、エアスラ当たっている、エアスラから飛び込んでエアスラ当たっている、中足にソニック、エアスラ、さあ中足、中足と勝ったのは機械。
さあ、次は福山さん対店長さんですね。お願いします。さあ、熱いじゃんけん勝ったのは店長、そして 2P 側座ったのが店長、 1P 側が福山ですね。リードキャラ、さあ気合を入れてキャラを選択していくのは福山、茶色い竜が福山竜、そして青い竜が店長竜、そして開幕さんが取っている。さあ、そして投げてダイヤス差し返している、ダイヤス竜巻、小足から、さあ大足焦がした、さあここから中パンチ、ダイヤス波動、波動拳は総裁、さあ両者当たって波動拳、波動拳玉の打ち合い、飛び込み取っている、垂直から大足こかして飛び込んで、最後は昇竜拳リワーサルアタック。さあ開幕波動、波動と、さあ波動拳、さあ竜巻からだが投げているが受け身はしっかり取っているか、波動拳、波動拳、波動拳と玉の打ち合い、さあ対処できないのはしっかり垂直で倒している。さあ昇竜拳を竜巻に潰した、中央去っている、差し返しはちょっと失敗しているが、波動拳、波動拳、波動拳、昇竜まずす波動拳、波動拳の打ち合い、さあ当たっている、さあこけて中パンチから、さあ大キック漏れたか、さあ飛び込み、じわりじわりから、さあ出なかったか、真空ファイヤー当たっていたぞ、波動拳、さあもうここはお互い警戒している、さあ波動拳、波動拳、波動拳、波真空勝ったのは店長さあ早いものでもう、準決勝ですね。友澤さん対破天荒さんお願いいたします。1P 側が破天荒竜、 2P 側が友澤ベガとなっております。さあ開幕お互い飛んで先制ダメージは竜側、さあ飛び込み大キックからダイヤシャドウと、さあ飛んでダブに当たって、さあめくりガードして中足からダブに、さあ一個クラッシャーで一塁返ってホーバーに対して波動拳打っていた、飛び込みからダイゴス、ダイヤシ焦がして、さあ中パンチ入らない2発目が、さあ固めて投げて竜巻、さあダブに、さあ相打ち、ちょっとラウンド取っていくわ、破天荒竜、さあラウンド2、さあ開幕ダブニーは空中竜巻で逃げていった、さあカチャカチャしながら、さあ飛び込んで飛び込んで大事ハード、さあ最後当たっている、さあ飛び込んでダブニーまで、竜巻旋風脚はしっかりと後ろから昇竜拳見ながら最後クラッシャー、飛び込んでダブニーと、さあ空対空もしっかり、サイコクラッシャー3削り、ダブ2で削り切り、さあラウンド3、さあ開幕読み勝っているが、うまくコマに上げない、投げは受け身取って飛び込み、ダイヤシは使っている、さあダブ2の上から、そしてダイヤシこけて、さあ中腰は暴れていた、ダブ2に渡って飛び込んでダブ2まで、さあ、あ、さあここで最後当たって、さあ飛び込み取ってるが、ここに行けない、そして投げた、勝ったのは友澤ベガ。では続いて機械さん対、店長さんお願いいたします。
とベスト4の2戦目ですね、機械ガイル対天長竜。さあステージは USSR、 今は亡きソビエト連邦でございます。お若い子たちは社会の勉強でしか知らないであろうソビエト連邦でございます。社会かな、歴史かな、世界史かな、どれかな。さあそんなこと言ってる間に波動とソニックの打ち合いから先に端追い込んで、さあ相打ちからバックナックル、ちょっとツタがダメージを取っていく。そして距離を離して波動とソニックの打ち合い、だが回転率はやはりコマンド技なので竜の方が優秀か。飛びが通っているがチーク当たんねえが、ウリーナ取っている。勝利当たってソニックリから固めて投げ返し、いや本物見れて俺感激だわ本物の投げ返しを見て感激しております。いつも動画で見ていたものを見れて僕は嬉しいです。さあそんなこんな言ってる間にラウンド2、ソニック、さあ竜巻がしっかりリフトアップか、竜巻旋風脈当たって飛び込みと思って、さあ三段階のターン奪って壊して重ねて真空まで大ヤシャドウで削って10パンスタイク、おしゃれ。再びそしてサマーは空を切ると。さあラウンド3、開幕ファイヤー当たっていく。さあ竜巻も当たって飛びが通って波動4段だがピオラネ、さあどうなるの。ソニックブーム、中足ソニックブーム当たっている。ソニックブーム、ソニックブーム、ソニックブーム、ソニックブーム。さあここは昇竜拳、勝ったのは店長。はい、3位決定戦はございませんので決勝戦になります。友澤さん対店長さんお願いします。さあ店長さん後ろからいろんなものを背負っている竜使いの視線が熱いですさあ本日の決勝戦、 1P 側が店長竜、 2P 側が友澤ベガとなっております。さあ決勝戦も一先です。さあ開幕最後はうまく飛んでかわしていった、投げて、さあ竜巻で暴れていった。さあそしてホバーを波動で潰した。さあ飛びが通っていた、ダイヤ島で行けず投げて受け身がない。さあめくり通ってピオらせて最後はホバートさあまず取っていくのはトモザメガ、はい、さあラウンド2、開幕飛んでいたがバックジャンプと前ジャンプで噛み合うダブ2から最後さあうまく太鼓潰して裏回って、さあここは読めていた。さあちょっと失敗だが最後当たって飛び込みから投げた優勝は友澤メガになります。おめでとうございます。それでは、優勝いたしました友澤さん、友澤さん一言いただきたいんですがよろしいでしょうか。聞こえてないか。友澤さん一言いただきたいんですが大丈夫でしょうか。一言優勝のコメントいただきたいんですがよろしいでしょうか。おめでとうございます。この前の大会で店長竜に負けたんでその恨みは早くよかったです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。では本日の大会はこれにて終了とさせていただきます。次回の開催はちょっと待ってくださいね。次回の開催は、3月の26日になりますのでよろしくお願いします。時間は8時半から開始予定ですね。遅くても9時には始めますのでよろしくお願いいたします。
でも、クレジットの方は満タンまで入れますので、ご順にお遊びくださいませ。
Oh!
Yeah!
Thank you.
Round one, fight!
Yeah!
England.
Now team win!
Come on!
Yeah!
はい、そろそろ配信の方終了いたします。本日も配信ご覧いただきまして誠にありがとうございます。また来月ですね、3月26日に、月齢大会を行いますので、その時にまたよろしくお願いいたします。